give love。はい、どうも、ちつもご視聴誠にありがとうございます。今日はね、いじりスタジオの方から、撮らせていただきます。明かりがめっちゃ来てるから、映りはね、3割増しぐらいでね、良くなってんじゃないかなと思いますけども、今日も気になる記事ありましたのでご案内させていただきたいと思います。小林製薬紅麹問題で行政処分、死亡の、2人は同製品摂取というですね、こちらの記事となっています。なかなか、ちょっとねびっくり、した、記事ではないかと思いますが、これ何があったかというとですね、まあ、サプリメントですね。もうほとんどの方が1個か2個は飲んでんじゃないのかなっていうね、サプリメントなんですけれども、この、中に入っている成分に紅麹っていうですね、成分があると。これの一種がどうやら今回の健康被害を及ぼして、肝機能障害を起こしたと言われています。はい、で、手元にある場合は絶対に食べないようにということで、今回収をやっていると。人が健康になるために作られているこういうサプリメントなんですけれども、まさかそれがね、逆に自分の命を奪ってしまいかねない状況にあると、ちょっとこれはびっくりだと思うんですけども、まあ僕も実はですね、本当にもともとはもうサプリ大好き人間で、まあジムに通っていた頃なんかはもう朝から寝るまでサプリメント漬けの毎日を送ってたんですけども、まあ今はね、全然飲んでいません。で、まあこれって本当にまあ思うんですけども、そのよく通販の CM なんかでね、結構この何々の成分が入って、これ一粒で一日のカルシウムが取れますよみたいなね、あると思うんですけども、ああいうのってまあその CM で言えばね、あ、そうなんだなって思うかもしれないんですけども、なんか最近思うんですよ、本当にそうなのかみたいなっていうのが、まあ僕の中でこう疑問としてね、思うようになりました。っていうのもやっぱり僕もその毎日過ごしている中で具合が悪くなることとか結構あって、去年もね一時期配信お休みしてる時あったじゃないですか。あの時なんて僕死んでましたからね。で、やっぱ改めてその思うことっていうのは、その便利になりすぎた世の中、何でもね、その例えば野菜だったり果物だったりっていう栄養のあるものを凝縮されてパカッて飲むだけで済むっていうのは、そりゃ楽だし便利じゃないですか。なんですけど、そこに本当のその能力というか成分が入ってなかったら、もはやそれは何もしてないのと一緒どころか、まあ今回のような問題も起きかねないというところもあるんじゃないかなって、まあ思うようになって、まあ僕はまあそこら辺からそのまあちょっといろんな事情もあってね、ジムも辞めて、まあまあそうですね、仕事に集中しようと思って辞めたんですけど、まあ、それからプロテインとかも飲むのもやめたんですね。前まではもう毎日飲んでたんですけど、うん、でも別に筋肉がないわけではなくて、まあ、なんとかそのタンパク質というものをプロテインで補ってましたけど、別に豆腐を食べたり牛乳とかも、僕は豆乳を飲んでますけど、飲んだりお肉を食べたりすればね、取れるんですよ。ビタミンだったりのミネラルとかも、野菜をしっかり食ってればいけます。そうだから、究極はもう自炊することなんだろうなって思いましたね。だったらもうこういうものを飲む必要もまあないのかなとか思うんですけども、まあもちろん全てがダメとは言いませんけど、ダメではないです。ただ普通にやった方が確実ですよって本当に僕はまあ思いましたね。で、今回は、この対象の製品だけではない、
この紅麹というものが記載されている全ての製品も廃棄回収を行っているということで、まあ、かなりのものが散乱しているのではないかと思うんですね。しかし現在入院している方が何人って書いてあったかな、106人、うわー、でお亡くなりになった方が2人いると。でこれらに共通することは全て、まあ、サプリメントを飲んでいたということらしいんですよね。もうなんか本当また話に戻りますけど、そのテレビっていうのは、まあ、情報をその我々に届けてくれる素晴らしい媒体ですけど、一歩間違えたら、で情報を操作することもできる、ダメなものもいいと言えばいいように感じるっていうところがちょっとなんか本当に怖いというか、この今回のこのねサプリメントも本当にいいかどうかっていうのをもう少し試してからやっておけば、このような状態にまあならなかったんじゃないのかなとも思いますし、まあ、もっと調べたりとかね、まあね、亡くなられた方がいらっしゃいますからね、ちょっとこれは本当にまあ問題になるのではないかなと思います。一つは、コレステヘルプ、まあ、この名前からするとコレステロールを減らしてくれるとかいうことなんですよね。でもう一つが内脂ヘルプ、これは多分内臓脂肪を減らす、あー書いてないからそういうことね。で納豆キナーゼキラキラは血圧を下げると。なるほどね、もうどれも全てちょっと手を出したくなるようなものだと思いますけど、適度に運動してね、自分で野菜切って味噌汁かなんか作って食べてたらいらねえんじゃないのかなっていうのがまあ僕の感想です。いや本当に怖いですね、こういうの。もう何が入ってるかわからないっていうところがですね、そう、まあなので僕はね本当にもう家にまだ残ってるから飲んでますけど買ってはないです。なんだっけな、あのビタミン C 入ってるやつと、あと何だっけな、グルタミン酸はそのジム行ってた時の残りがまだあったので。まあ、飲んでますけども別に新たに買おうとは思わないかな。それよりもなんか本当今はね、自分でその野菜を切ったり、トマトをその自分で、まあ、朝食べたりとか、あとたまには持っていたりもするんですけど、その食べるものもその加工されていないもので、過ごすように、まあ、してます。これでね、まあ、なんとかなるんじゃないかなと僕は思うんですね。だから もし今このようなもの、そのサプリでどうにかしようと思われている方は、一回考えてね、そのまず運動してみて、まあ、それでもダメだったら薬飲んだりとかそういうサプリに頼ったりとかするのがいいのかもしれないですけど、大体はね自分の力でできることの方が多いんじゃないかなと、まあ、僕は本当に思いました。はい、で、まあ、この問題ってね多分もうちょっと続くんじゃないかなと思うんですよね。だからまあもうちょっと考えたことはないですけど、お亡くなりになる方もいるかもしれないし、入院する方も増えるかもしれない、まあ早くねこの原因は究明されてるのか、まあこれちょっと何ですか、法律っていうのかな、をしっかりもっと規制する必要があるのではないかなと、思いました。ちょっと笑い事ではない、深刻な問題だと思ったので今日はまあ取り上げさせていただきました。皆さんも気をつけてね、口に入れるものは気をつけて毎日過ごされていただければと思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。